よっしゃ、まあ、わざと抜くだけだ。あそこの戸を開けたら、あれに冷やいぬ格好で運ぶものが。こんばん。布団出しとってな。誰の布団を？私の。何着るん？早く布団出しとってやるの。着るもんないぜ。夜中には布団、毛布のけてしまいなはるんじゃけ。もう布団言うたってないぜ。何を着るん？布団はないぜ。ない。なんぞは探しとってや。は？なんぞは探してや。あんた重たい重たい言うくせに、布団抜いてしもとるのに。うん？布団抜いてしもとるのに。朝のあんたの寝相を見てみない。とってもじゃないが。熱いかぬるいかわからんな。ちょっと持ってみて。熱い。これ熱いな。ちょっとな。ちょっと熱いこれ。熱い。ちょっと置いとってやつまんが。あーいやで湯気かえりでよね。熱い。あーいや。寒いな。あ、いちごホイップどんな味がしたこれ。いちごじゃないバナナ。クリーム。いつ食べたこれ。あんまり美味しくなかった。いつ食べたこれ。さっき食べたよ、うちはご飯の代わりに。さっきじゃないけど。これまた食べてみて、これ。いちごの、いちごだよ。バナナの味だったらしいよ。なに？バナナは、ちょっと食べてみて。昨日ハンバーグして食べたやつよ。バナナの味見たかな？おかしいな、バナナの味じゃない。うん、どう味？美味しくないそれ。栗の方が美味しい。美味しくないこともないし、美味しくてたまらんこともない。ああ、いや、うちはいけない。やっぱ、存分下で、あの外で。こんばんは何？こんばんは何？こんばんどうした？だいぶ聞いて寝らんだら、おう。昨日寒かった。もう耳とか顔が寒くてな。うん、それも
追い込んだけど顔が寒くて顔が寒くて顔とか耳はもう布団をここまでしてないから顔とか耳が痛って痛ってたまげたもう家の中で顔とか耳が痛いなんかよあの部屋特別に冷やいんじゃけ寒いなあそこだなこの部屋で寝たらなんかなんか俺たち寒ないかな夜寝るとき、うん、寒ないわい毛布は二つともこっち寄せて多分暑いよ自然に暑いやんここなんぞ着せてやいなるが、うん、重たいうくせにもう何やろうちが一枚取ったけんな肌布団はうちが冷やいけん一つ持ってったもんいいだろうちはどこにゃあ三枚重ねたら寝るときいつも一枚になってどうしてそれ？それいらん、重とうて、重とうて、腰となるよ。もういい。一枚あげるよ。毛布でもいいし。あれ重たい。毛布はいけん、毛布あんた着たらへんのに。朝着てみてみーや。あ、この人の寝室を。たまげれ。あがらなことして寝る人はないぜ。家の中に。きちんとしとって。焦がしたら怖いなろうか思ってうち考えてちゃんと毛布をしたのにさあそれが毛布がないんじゃけんなベッドの横になってしまってこれそこ厚だからだけどうん飲めろまあうちやったら飲め飲んでみてそれ無理だよ熱いこの人には熱いあそ うちは熱うても飲むけどいや食べて飲みなはるなこの人は美味しかろうがよかろうがなこう食べるのが楽しみになったら、うん、ご飯の間に2回 5食食べるやろええよ5食5食何や 3回食べて中間に2回食べるっけ10時と3時やそんな割に太るまい動かん筋肉が大きくなる筋肉が重たいんよ動いたら筋肉があれするけ、うん、うん、いや体重が重くなったら動きにくくなるよでも体だけが大きくなるけ、うん、いじめだいぶ聞いてねえけん。そば思うほどあんた家の中があるで。おばちゃんの部屋はそんなに寒くならん。あそこは。なるか。この周りに部屋が。そうよ。これ二人で寝ようけんな。二人で寝ようけん大丈夫。それにあの9時ごろまでストーブつけて、うん、あの。おばちゃんとかぬくぬく絶対ぬく。このあれに囲まれてるけん部屋に直接外にこうあれしてなかろ。冬は子外に冷やぐたいやもんじゃけんだ、うん、冬寒いと夏暑いよ日本らしい気度合いなくじゃないあの春夏秋冬最近は秋とかあの春がないな短いな、うんうん、遅に寝ねえけなんで寝とる時が短いあ長い方がいいわな寝とる方が長い方が気持ちいいね。もらうん。あまり寝るの嫌かな。やることはいつも寝るのに。ほらけどおばちゃんあれよ。遅い寝るって言いながらもう言うたら5分後にはもう眠とうなって。何言うやろ分からん。ほらけどあれよ。もう体がな、6時半ぐらいにはもう寝ないかんなっとるんよ。多分もう。うん、特に冬はな人間夏よりも冬の方が早寝ろ元気な時でも7時になったらあれ遅うなったえて寝よったんだっけそうやろ6時半に寝ていつも6時半ぐらいに起きよろうちが起きる時に目が覚めるんよそうやろわけちょうど10時間とか11時間ちょうどいいぐらいよまた昼間は昼寝するぐらいでこれもう飲めるんじゃなかろうか
あ、なめろ。うん、ちょっと熱いかわからんけどな。こっち持ってるから。ここ、おい、そうそうそう。熱い、ちょっと熱い、ゆっくりな。十分なめる。あ、そう。美味しいかな。美味しい。今晩魚炊かないけんな。あのよ、切ったやつ。うん、あれ、あ、に炊いてみたらに、あれ、あれにな、豆腐とかちょっと薄にして。いや、そばなことして。要するんだ、あれ。要するんだ、料理屋とか。あの煮付けに豆腐とか入れて、煮た魚の上に豆腐ちょっと。いや、生姜と、生姜ないけど、みょうがか。しょうがあるで。みょうがか、みょうが。しょうがは冷凍した。なせばった。美味しいで。飲んなはらんか。さっき飲んだらしいね。さっき歌ってあったお昼つ1時で飲んだら。飲んだら。けない、コップないけんな、缶いっぱい入るようなコップが。いいよね、もう一つあったら歯磨きするやつ。歯磨きするやつで飲んだらなんか口の中入ったって言わないかな。冬用はね、こう持つあの大きめのやつが、大きめのがあったらな。みんなあれで飲むやろな。誰でも職場でもみんな一個ずつ持っとってな。コーヒーはな、うん、コーヒーでも何でもあって、手で持つやつ、軽いやつな。これたった一つ、うん、いらんものは山ほどあるわ。100円ショップ行ったらあるの。いらん、そういらんもの買うことない。うちここの人間でもないのに。水分だいぶ取り出したな。水分、水分取り出した。うんこがやおうなりすぎて、うちの。そしたらもうちょっと薬を洗いしてみてもいいな。薬をな、うん、ちょっと朝一粒、朝昼間一粒。あ、一粒ずつ。あのデイサービス時は昼間二粒飲む。二粒、その頃は寝んかったっけ。ああ、はげん、もういつも何、いつ出るんだ。朝が出る、いつも朝出る、昼頃出る。朝出るな、この人。でもそれはいいんやけどな。うん、いいのよ。夜だけ飲めようとするから、朝、昼朝やめて。昼やめとらえない。昼やめた、昼やめとるけども出るよ、水、こんなに水分取ったら。そやけどな、うんこするときに出にくいわ。この子は、この子は力が入らんけ。仕方ない、それは薬だと。おやけ硬いのはいけない。うん、やだ、やらこうなるよ。あ、そうやな、やら、うん、うん、やっぱ飲もうか、朝と夜だけ一個ずつ。それが無難かもしれんなあ。うん、そがいそがい飲んでもな、でんなって苦しむのも。あのな、周り汚すけんな。やら かったら。お、もう飲んどる。すごいな、早いな。早いで、ぬるいもまたこれじゃろ。新しいの出したんそれ。こっちはもう美味しい美味しいって2杯以上飲むけんな、夜も朝も。夜2杯飲む。うん、昨日、おとといか昨日か3杯飲んだよ。そないはすぎる。こっちは美味しいんじゃろ、たぶん。その代わりその時は水飲まんよ。うん、うん、4、5やろ、6、7え、1、2食べて飲みな。1、2、3、8、9杯9杯やと1リッターぐらいやろ、1日。まあちょうどいいぐらいよ、9杯ぐらいで。そうね、寝ないけ。なぜ、その理由がわからんだけど、うん、6時半ぐらいに寝るように癖つけとった方がいいで。もう癖ついとるけん、自然に。夜中起きまいてるんだよ、もう。うん、起き。それはやっぱ電気よ、電気。絶対電気。昼と夜の違いが分かってきたの、体が自然に。今まではもう電気つけとろう、こうやってつけとったらこうこうと。で、あれつけとったら人間いうのは昼と夜の違いが分からんな、うん。
平和読んでる。あんた起こさないよな、そしたら。起こさない。ほな、平和。まあ、平和、今ちょうどいいわ。このサイクルを間違ったらまた起き出すけん。うん、6時半に寝て、朝6時ぐらいに起きるようにしとったよ。今晩うち11時まで起きとかないけんけんな。なんで三山ひろしのな、あの、浪曲。歌謡料浪曲は知らんが。たまたここで指かいてねえよ。絶ねんで。もう10時まで陽気とかもん。もういつの間にかもう8時50分にはもう寝とるもんな。で、寒からあんた8時まで寝るんじゃ。違うじゃん。それがな、寒くて11時に目覚め、2時に目覚め、1時間ごとに目覚める寒くて。で、寒いって目起きとったらトイレ行きとったのよ、寒い。そうよ。寝とったら行きとないんだけど。うん、そうよ。そばのものよ。もうなんか悩むよ、これ。うちここで寝出してからトイレ行き出したい。やっぱ冷やいかしらんが。そうやろ。うん。寒いとトイレ行く。3時半ごろにな。夏はあんまり行かんかったよ。夏はあんまり行かんかったのに、もう冬になったらもうえらいトイレ行きとなる。だいぶ聞いてねえね、今晩。だけど、まあ、って寒そうにないよ。布団に、あの部屋におるときは寒いことになる。こっから映ったとき寒さみよるけど、もう抜くなら、この足に、湯たんぽやっとるけ。で、自然に抜く、足が抜くもるけん寝れるんや、あれ、うん。寒かったら目覚める、絶対に。そうやな。うん。広島は昨日も今日も雨、雪降ったと。本当。うん。南部さんからメールが来た。